ボールがちょっとこの時は低めに来てたんですけど、全般にボール全体的にボールが高めに来てるんですよね、はい、和田に打たれるやつも高め、だからちょっとこう高めのボールをバットの芯に当てられてますんでね、はい、ちょっと不安、その辺が不安ですよね。まあ、3回にはワンアウトから一塁二塁のピンチを招きましたが、石峰新庄相次いで低めのフォークボールで、ああこれはセンターに行った、亀山のヒットであります。葛西はセカンドを回ります、三塁に向かう、打った亀山はセカンドへ、一塁ランナーピッチャーの葛西はサードを陥れました。亀山はこの送球の間にセカンドベースを陥れています。これも加藤さんちょっと高めじゃないでしょうかね、フォークボールだと思うんですけどね、もう高いですよね、はい、高くて真ん中。そしてジャイアンツがちょっとこのグラッデンからの送球が、ヤコトーからの送球がそれまして、ピッチャー陣苦しい展開です。2対1タイガース1点をリードして、ジャイアンツのマウンドは早くも3人目、大田、木田に続いて岡田がマウンドであります。今シーズンこれが31試合目の登板であります、岡田。そしてタイガースはこれから2番の久慈が打席に向かいます。ワンアウトランナーが二塁三塁、タイガース久々先発の葛西がここまでジャイアンツに対して1点を失いましたが、まずまずのピッチングを展開しています。まあタイガースとすればここで一気に突き放したいところですが、加藤さん、はい、長嶋監督はもうこれ以上戦はやれないわけですよ ね。それとね、今この、タイガースの調子の良さっていうのはね、はい、こういう時で必ず点取ってくるんですよね。ショート前進守備、ホームへ、タッチはセーフ、セーフ、セーフ、キャッチャー大久保のタッチをかいくぐりました。葛西ナイスベースランニング、タイガース3対1、ショート河合の送球、キャッチャー大久保。辰川さん、はい、今変わったばかりのキャッチャー大久保ですが、はい、河合の送球も若干それましたがね、高かったですね、少しね、しかしね、それよりもね、はい、あの相川のスライディングが素晴らしかったですね。あ、ランナーのね、はい、あの送球が、ね、少し高いのもあるんですけどね、はい、相川のスライディングの方がうまかったと思いますね。記録は今河合のフィルダースチョイスが記録されました。葛西ね、葛西ですね、そうですね、走者ピッチャーの葛西でしたが、あれかと思ったんです、あまりにも、あのスライディングが上手なんでね、いや本当にね、走者があの休みみたいな盗塁しましたんでね、そうですね、僕にはね、葛西が相川に見えましたよ。まああの久しぶりのゲームでピッチングのことで頭がいっぱいだと思うんですが、その葛西がうまいベースランニングを見せました。3対1タイガース2点リード、バッターはアタックを行きます和田。今日は第1打席はセンター前ヒット、第2打席はレフト線のツーベースです。おとといには宮本から宮本の140キロのストレート、プロ野球178人目の1000本安打を記録している和田で、まあ、加藤さんはこの人の倍打ってるわけですがね、ヒットはね。いやいや、さあワンボール、とにかくね、この和田っていうのはもう右左に本当にこう、うん、チャンスにもしますしね、楽しくバッティングしますよね。そうですね、昨夜あたりは同点タイムリーはレフトに打ちました。和田、一塁ランナーは機動力があります久慈、岡田と大久保のバッテリーです、うん、久慈はそのまま元気、ツーストライクワンボール、この後は4番のオマリーが控えています。タイガース一気に突き放すチャンスを迎えています。マウンド上3人目岡田、フルエンドワン、和田が追い込まれています。ストレートファウル、守備についている松井、今日は松井にはヒットが生まれています。さあ2ストライク1ボール、1球ファウルの後、内野は非常に仕上がりの早い方、長すぎによく起用されている岡田、2ストライク1ボール変化球インコースを抜きます。ここはあのーはい、ダイエンドヒットへの、ね、出してあげたらいいんですよね、和田はですね、
やはりあのいいバッターといえどもね、ゲッツーは怖いわけですよね。そうですね、頭がいいからそういうことまで考えるんですよね。だったら楽に打たせてあげたらいいんですよね。逆にあのダイヤンドヒットになると楽なんですよね。さあ、藤がスタートを切って打っていった。三塁ランナーホームイン。そしてファーストランナーは藤はサードまで達しました。ツーアウト三塁です。タイガース4塁は三塁へ達しています。いや、辰川さん見事ですね、今のね。まあ、当たりはショートだったんですけれどもね、1点入って藤がスタートを落とし入れましたよね。和田のバッティングからしますと、空振りすることはまずありませんよね。 99% ないですからね、はい。そして和田といえどもね、外野フライ打つのはちょっとしんどいですね、体がちっちゃいから、それよりもゴロならね、外野フライ打つよりは楽なんですよね、はい。タイガース1点加えて4対1、その差が3点になりました。そして2アウトランナーが3塁でバッターボックスにオマリーです。今日のオマリーはライト前ヒット、そしてフォアボール。3回目のバッターボックスであります。そうに得点圏打率4割3分4厘は馬抜けてセントラルのトップを行きます。まあ、2位の彦野は3割8ぐらいですから、圧倒的にこのチャンスに強いオマリーということが言えます。得点圏打率4割2分7厘のバッターオマリーです。2球目、チリーディングヒッターのタイトルを手にしましたバッターボックスのオマリー。タイガースが三塁ランナー藤を迎え入れて5点目を入れることができますかどうか。風は今ライトからレフト、オマリーにとってはやや逆風であります。フナッシング、インコース村、そしてピッチャー赤井のフォアボールをきっかけにさらに追加点を挙げて4対1、タイガースが3点勝ち越しています。2エンド1、マウンド上ジャイアンツは3人目の岡田、レフト前です。5点目が入りました。今藤がゆっくりとホームイン。オマリーがストレートを弾き返しました。加藤さん、オマリーらしいヒットですよね。それとね、ストライク取られるまで自分のね、狙ってるコースが来ない場合に打ってませんもんね。ファーのタイムリーが生まれまして、甲子園5対1。石峰、ご覧のように最近5試合、4割飛んで9厘と当たっています。今日の石峰はセカンドフライと三振。今日はまだ快音は聞くんですが、打点王争いにも顔を出します、この石峰。変化球ところを感じましたね。まあ、辰川さんとすれば石峰がもう一つ触れていないんで、オマリーは臭いところで歩かせてもいいと。うん、それでも良かったと思いますね。石峰に打たれたらね、逆に納得しますよね。ああ、なるほどね。やはりあの加藤さんは最後、はい、そういう状況を判断してやっぱりオマリー下げ石峰勝負でも良かったかもしれませんね。あ、なるほどね。まあ、この石峰の状態についてはかつてのチームメイト加藤さんが一番よくわかると思いますけれども、2ストライク1ボールと岡田が追い込んでいます。なんと低め、これはボールです。6月の下旬に3試合連発があったんですが、その後ホームランが出て以来石峰であります。2エンド2、5対1、タイガース4点のリード。センターです。小藤がレフトより構えています。取りました。オマリー残塁です。